した。ああ。お疲れ様です。聞こえますか？お疲れ様です。聞こえます。こんにちは。あとね、一個分かったんですけど、画質が時々荒くなったりとかって、はい、なんか生放送で重たい時はそういう風になっちゃうらしいんですよ、必然的に。そうだからそれ仕方ないことっていうのを分かったんだよ。デフォルトなんですね。そうそうそう。はい、今日もじゃあ、ランキングバトル最終戦でですね、はい、今日は最終日、あ、一応まだだったんですね。我々から大反響いっちゃっていいんですか？はい、皆さんね、本当にお待たせいたしました。ランキングバトル今月の、優勝者はもう日付も全部、はい、いっちゃいましょう。 OK ですか？はい、来月の10月の19だったっけな、ちょっと待って、13か。はい、来月、そうですね、来月の13日の日曜日に、はい、大阪のナムコ梅田店で、はい、番長組手が初めてですよね。今までは日本橋に結構行きましたけど、はい、その梅田店は初心者の層がかなり多くて、はい、そういう風ななんか本気で敵を盛り上げたいみたいな形になっていますので、はい、ぜひね、足を運んで現地の見ていきましょう。なんかバトルステージとかあるんですか？普通に何もない状況。あのですね、はい、日本橋が大阪でも、はい、そうですよね、というところで、はいはいはい、梅田にもそれを広げようということで、結構最近鉄拳に近い始めたんです、はいはいはい、だからまだあの鉄拳の聖地としては全然、うん、よちよち歩き状態なので、なんか、はい、でも初心者層のコミュニティがめっちゃ広いって聞いたんですけど、例えば今日誰々が来るって言ったら、その人を見にみんな集まってくるみたいになってるらしくて、はい、なのでこうプレイヤーに支えられて、これから大きくしていこうと思っている、そうですね、コーナーなので、のびさんと、まあ、私と、はい、今日優勝決まるね、はい、優勝者の人で組手に行きたいと思いますので、もうそういう初心者層が多い土地だからこそ、講習関連のことをね、ちょっといろいろ実施的にも試していこうと思ってるんでね、皆さん、10月13日ちょっとお時間ありましたので、ナムコ梅田店に足を運んでください。お願いします。でですね、今月ランキングバトルの、上位プレイヤーを紹介します。1位がたけくんの30ポイントで、2位がつぶみの25ポイント3位がまんば21ポイント4位がはるすけ17ポイントで、そこから一応その4位圏内に入れる人は、はい、5位のメイス12ポイント、はい、シューディの11ポイント、ここら辺がね上位で変動するかもしれないっていう可能性があります。なるほど。じゃあこのメイスさん、シューディさんあたりは最後プレーオフに入る可能性がある。そうですね。だからタケツブミ、マンバ、ハルスケ、メイス、シューディの中だったら、その6名から4名を絞り出して、そこから最終的に決勝戦っていう流れになります。なるほどですね。でですね、今まだ現在人はいるんですがね、ね、いつも通り、はいはい、遅れてやっていこうと思います。現在までバクシー VS ガチャピンの試合を流しております。いやいや、でも組手2ヶ月ぶりですか？あ、そうなんですよ。韓国の来たし、9月はなかった、予選もあったので、ね、そう、ずっとのびさんはだからね、乱馬となかったんで、はい、スタモの大会も戦いまくり、そうですね、連日連戦だったんですけど、はい、というわけで結構久しぶりな、俺も本当に結構久しぶりなんで、ね、覚えてるかな、大丈夫かな、俺初めての土地でどうしてこうどうやってましたっけ ね、 ね、生放送とかどうなってるんですか？まだわからない。じゃあやる予定です。了解しました。なので、まあ、いつも通り組手やって、はい、あとはね、ちょっとミニ講習会みたいな、はい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 、そうですね、あの好評なのでやったりとか、はい、日本橋から梅田ってどれぐらいかかるんですか？近いんですよ。あ、はい、そうなん、じゃあいつも日本橋来てくれてる人は梅田に集合っていう形でね。そう、全然です。はい、なんで、あの、どのくらいかな、巣鴨秋葉原みたいな感じかな。20分ぐらいですか？もう全然、何本、何駅かで、はい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 、行けるので。大阪って言ったらもう俺御堂筋しか知らないんですけど。御堂筋線ですよね。そうね、 あれで行けると思う。はいはいはい、大きに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 。なので、そうですよ、さっきでちょっと話してたんですけど、うん、つぐみくんとかが優勝するとね、若いので、ね、そうね、10時までしかゲームセンターには入れないのでね。そうなんです、はい、10時からは終わりになってしまいますが、その他のプレイヤーが来た場合、まあいつもの大阪のしきたりで閉店近くまでは、はい、ね、いると思います。つぐみくんが勝った場合は、大
大阪の土地の食べ物を食べる。そうですね、はい、今まで大阪に行ってて、はい、あの早い時間に上がって飯を食いに行ったことが青の時以外ないんですよ。まあ、青の時は飯ちょっとどうしても行きたいっすって言って8時ぐらいに上がらせてもらったんですけど、はい、その他はいつもね、あのチャイムの蛍の光が鳴って、はい、外に出て居酒屋っていう形がね、いろんなコースがありましたけどね、はい、というわけなんでね、皆さん本当に普段大阪でね、東京に遠くて来れないっていう方はね、その機会にぜひね、俺とかその来てくれた方に聞いてくださいね、いろいろなことをお願いします。PV がなんか、あー見ました見ました、はいはいはい、見ましたかね、あの声の人、碇玄道の人らしいですね。すごいですね、すごいですね、うん、今でも現在チームが123名集まってるらしいですよ、はい、であと 2人で2チームで前回と一緒、なるほど、だから多分このままだったら超える可能性があります。いやいや盛り上がってきましたね。もう本当にマスターカップもあと1ヶ月しかないんでね、皆さん調整もね、見てる方もおそらく出る方もいると思うんで ね悔いの残らないようにやっていきましょう、うん、じゃあのびさん、実は私も出ようかなっていう。チーム誰ですか？いやいや、ちょっとえ、まだエントリーはしてない。今日までなんですよ、はい、あの使用キャラとかが今私が取りまとめててちょっとよくわかんないなくてえ、何つながりのチームなんですか？いやいや、ちょっと内緒。あ、本当に完全内緒ねもうでは出るんですか、とりあえず。じゃあ出ようかなと思って。前回は感染、今回はもう選手で出てみようかな。わかりました謎に包まれたチームですね、はい、それは。エントリーでつまずいてるってよくわかんない、はいはい、コメントとかもう考えてるんですか？いや、それも考えてなくて、はい、エリアとか、あの最高ラインとかなんか、はいはいはい、するとこがまずもう謎だらけで、あれは何ですかね、自分が今までやったタッグ2の最高ラインをみんな書いてるんですか？そうですそうです。ああ、じゃあ1回でもなったらそのラインを。そうです。なるほどね、分かんない仲間の最高ラインを知らない。そうです、いや連携を取りましょうね、皆さんと。あ、そうかどうか、ね、うちのチームは LINE で全員創設して、チーム名を決めるのに1ヶ月かかりました。でもいつもああいうヒップホップなんか、なんかふざけたチームなんです、はい、本当に通算300ぐらいチーム名が出てきて、基本ボツなんですよ、誰かが嫌いでお前何舐めてんのみたいになって、そいつが挙げたのもお前舐めてんのみたいな、一生決まんなくて楽しみ。アイマスデー、アイマスデー、ヒントはないんですか？ヒントはアイマスデーありそうですね。ありそうですね、ありそうでも、はい、いやね、楽しみに、ね、すみません、番長も出てるんだっけ？あ、番長は、はい、出てます。クロクロさん、あ、はいはい、だったと思いますよ。みそじチームでまたなんか自称レジェンド、はい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 、はい、自称ってよかった、はい、ということでちょっと聞いてきます。はいはいはい、みんなでより T シャツ着てくしかないな寒かった？かわいいね。より T シャツ着てくしかないな朝は遅くて本当はもう5時からスタートなんですけど、まだまだもうちょっとかかりそうです。コウスケさん飽きた、まだですかね。お、やばい。あ、KO Final Round Fight夜中まで。今来ました。あ、和骨です。今
はですね、今やってる組手は、このランキングバトルの優勝者の人を連れて、のびさんと私でですね、地方に、まあ、遠征みたいな遠征しに行ってます、よく行くのが大阪の日本橋はキノピ梅田来るならグランフロント、なんすかグランフロントって、あれじゃないですか、駅が新しくなったやつかな、ショッピングモールみたいなとこですかね、ショッピングモール行きましょうか、ね、行ったことないですね、それは鉄拳関連でショッピングモールは行ったことないですね、まだ、はい、行ってみますかね、はい、クレープとかでのびさんの服とかを買うんです、マタさんがよくヤバいって言ったら、そうですね、俺もリュウさんからよくいろんな話を聞かせてもらいましたね、またさんがやばい、あ、そうだから首輪っととか昔のモンテはやばかったみたいな、鉄拳戦国みたいな、そうそうそうこんな感じで、ね、大阪は僕もかなり知り合いが多いのでね、結構本当に馴染みのてか、お庭的な感じですね、気持ちはもう、もうそうですね、はい、まあだからもうね、タケ、つぶみ、マンバ、ハルスケ、この中で大阪に行ったことないのは多分タケくん、つぶみ、マンバ、ハルスケとかは行ったことがないと思うので、確かに、うん、マンバさんはね、ちょいちょい遠征とかでも、あ、本当ですか、うん、来たりもしてるけど、多分タクになってからね、全員大阪行ったことないんじゃないかな、だったらね、ぜひこの機会にね、うん、行ってほしい、そうですね、誰でも行ってほしいなと思いますけどね、メイスさんもね、今までは本当数々のね、大会だね、伝説を残して青と残り1ミリの差で、そうとかもあったし、うん、決勝には結構残ってましたよね、よくこの表に見ますもん、そうそうそう、必ず見る、 見る、今回もなんかもしかすると上がるかもしれないんで ね、 そうですね、誰なんだろうな、つぶみ、メイスとかなのかな、うん、メンバーはね、で、竹春好き、肉吸いって何ですか、肉吸いって何ですか、肉吸い食べておいでよ、なんすか肉吸いって、肉を吸うんですか、穴吸いみたいな感じじゃないのちょっと、まあ、ちょっと違う、おしゃれじゃないちょっとショッピングモールに引っ張られてる、その話来たからさ、穴吸いこう、まあでも肉吸い、超臭そうじゃないですかだいぶ、はい、何なんですかね、肉吸いは肉吸いも別に何かするわけじゃないのに肉吸いに引っ張られてるから、はい、苦情きますよ、いやすいません、本当梅田付近は百貨店、あ、そうなんだ、百貨店にじゃあ行きますかね、え斬新だよね、いろいろね、はい、何なんですか肉吸いっていうのは、ちょっと肉吸いの謎を、ね、教えてくださいよ、多分食いもんですよね、まあ、もちろんなんかしゃぶしゃぶみたいですかね、はいはい、肉うどんの、あー、なんか油そばのみたいな感じのうどんバージョンみたいな感じですか、肉うどんか、うどんがなしなんですよ、え、うどん、うどんのうどん、ええ、だからあれですよ、牛丼の牛みたいな、あ、牛丼の米なしみたいなもんですかどういうことそれ、要は肉ってことスープに入った肉ってことですかね、肉か、ナンバーグランド花月近くの定食屋の名物、おそうなんだ、ちょっとね、機会があったら、俺いつも大阪へ行ったら必ず食わなきゃいけないものがあるんですよ、あの新大阪の駅の中にあるあのうどんと天ぷら屋があるんですよ、もうそこに立ち食いじゃなくて座って食えるところで6分の6ぐらいに行ってるんですよ、毎日あの遠征したやつと一緒に行ってもいいし、はい、で現在ね、もう今はこのバトルステージ以外の台は全台埋まってる状況で、はい、今日のプレイヤーもおそらく今20名から30名ぐらいいますね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、今日はあとね、バクシーとかタケ君とかね、鉄拳王、剣王とかもいますので、ね、もしかすると第2戦が見れるかもしれません、素敵素敵、俺も剣王ね、ロジャーが可愛い可愛いロジャーが前回もね、そう、いるのでね、なんかやるかもしれない、はい、伸びてロジャー剣王伸びてなんかカフェラテみたいな感じですか、まあ、おしゃれ的 なグランフロントに引っ張られすぎですよ、おしゃれに伸びて、はい、なんかじゃあおしゃれに今日は解説とかもいろいろやっていきましょうか、わかりました、じゃあお願いし、実況もおしゃれにレモンティーのような鉄拳とか言ってフルーティーな、フルーティーな風神拳からみたいな、香るとかやばいっすね、やばいっすね、匂いを香るに変えて香る、暴れはじゃあフルーティーなんかないですか、オシャンティーに行くならフルーティーなんですかね、暴れは暴れどうしましょうね、はい、
ブッパとか暴れをフルーティー風に変えるとどうなりますかね。フルーティー風、はい、なんですか。コウスケのことはマドモーゼルコウスケって言われる。女になっちゃう。番長のび古川って順番って、いや本当順番って順番ってなんか流行りそうだけど流行んなそうだよね。伝え方がまだ安定してな い, い, やいや、なんかでもやばいね、その後古川ってっていうのが入ってるので、毒吐く人が好きなのかもね。そういうことなんだろう、はい、今日は少ないな。今日はあれなんですよね、3-4 なんで実際24名いるんですよ。確かに、はい、ただ3-4になると8チームっていう風に少なくなってしまうけどね。大会自体の進行はいつも通りになります。のびさん、ゲームショーの5万は何に使った。いや、まだまだ振り込まれるのはね、まだまだ先なんで分かりませんけど、あと結婚式が、俺は10月にいとこの結婚式があるんで、そのお金に使おうかなって。ご祝儀に、はい、なんか申し訳ないけどね、はい、そういう形じゃないけど、ね、いいですね、はい。なんかひねくれてる、あの人はひねくれてるっていうか、なんかね、ひねくれてるよね。やっぱり、はい、梅田近いからいっぱい話せるからね。そうですね、あの本当主に話すポイントっていうのは大会前の2時から始まる、あ、4時だっけ今回からは。あ、そうでした。確か4時ぐらいになるんで、うちらは多分梅田に着くのが2時とか3時あたりになると思うんですよ。そこから準備も含めて、その始まる前にある程度話したりするのか、はい、終わった後7時から8時ぐらいの時にお時間がある時にお話するみたいなのが一番いいと思いますね。大会中とかも生放送してない間、ちょっとあの待ち時間が多い間とかはお話とかもできるんでね、ぜひ皆さん話しに来てください。私あの春助だけ日のぴょん、ちょっと俺さっき言ったじゃん、春助だけで、あと一人は誰ですか。私でした。行ってきます、はい、行ってきます。なんで俺出ない、俺一人でいいよ。やばい、そうだね、届かないね。あの 2RK なら頑張れば届くから、あれぐらいしかないね。え、のびってハキハキしてる、ハキハキ、まあハキハキってか、うるさいんだよね。うん、なんかね、まあシナシナしてるよりはマシでしょ。最近はね、本当に鉄拳のモチベはかなり高いですけど、ちょっとね、あんまりメインを触れる機会がないんでね、できる限りそのね、自分と同じぐらいのレベルの方、大の方とかとね、ノーカードとかで日頃アップなどをしてね、何度か世界大会に向けて調整を保っております。とにかくね、鉄拳やりたいんだよ俺なんか知んないけど。さあ、そんなことまで始まっていきました。のびは何でもあんな強いの。いや、そんなわけでもないですよ。ただこのゲームのキャラの特徴さえ覚え、コウスケまただよ。ユウさん、何ふっぱり出したってどういうこと。何だ、ふっぱり出したってねえ。あ、映った映った、反対が映んない。少々お待ちください。ユウさん、引っ張り、何を引っ張ったの。鉄拳で最高。いや、鉄拳最高だよ。バカバカだから面白いんだよね、鉄拳は。バカなやつもいるし、うるせえやつもいるし、頭がいいやつもいるし、全ての人種いるゲームじゃねえかな、このゲームは。女性プレイヤーもいますしね、おじさんプレイヤーもいるし、若いプレイヤーもいますしね。のびさん家庭用は、ね、パソコンが故障してしまってね、はい、今配信できない状況なんです。配信をするのはでもね、コールオブデューティー配信あるよ今後、はい。やばいでしょ、殺戮に目覚めるのびっていう感じでね。さあ、シューティーベース日のピーの試合を見ていきましょう。あ、いいじゃんいいじゃん、バクシー亭でいいじゃん、バクシー の, あの調べ事配信やんなよ家で。リスナーと東京 OK だね、みんなでワイワイやりましょうね、そういうのも面白いですね。さあ、シューティーが、ね、一切ハンデも見せつけずにボコボコにするのかな。
投げを通して水面から最速、この前ゲーセンでステップ使ったやつ多くやべえな、いいじゃんでも汚ねえのね、いや汚くない、勝負の世界だからまあ悪くはないんですけどね。だいぶね、コンボ関連とかもできるようになったしね。さあここで水拭いで竹が登場、竹春、竹つぶみ、あ、竹春助ヒノピーチームですね。さあボブ・ブライアン、今回タケ君本気ですね。さあシューディー VS、タケの試合、いつもはね、タケ君がサブキャラとかの対戦の時は勝っている模様ですね。さあ右アッパーカウンターからこれは使う、壁まで運んでとりあえずチェンジはせず早めにチェンジを決めて、ね、今日ボブだね。下段から前蹴り当たる、使わないね、これは。さあここでなんとかいろいろあって、カカハンは返せず下段、ここはクラッシュは枯れないが、あとは中段からシュージがまた一本選出。さあ派生を出して各班しっかり近距離を丁寧に固めていくシューディ。さあここで竹は受け身に入る、丁寧にカウンターヒットから大ダメージが期待されるがコンボをミス。さあ強く逃げ段、2択オーガード、レバーがちょっと柔らかいのか、逆ワン2から下段、これは昨日アミーゴ戦で見た下段パクっていったかさあシューディーには使いこなせなかった。投げを通して置き攻め、中段を選択、無難な中段から出し切る、タケ君が出し切りか。さあ風神経ヒットから丁寧に近距離固めて、もうシューディーには当たらない。さあここから奈落を通して下段は、こちらは当たると見たシューディー、強気な選択肢ワンツーからチェンジができないフレーム、早めにどちらが先にチェンジを入れるか、ハイキックからかぶしてチェンジを決める。さあ残り少ない、ここで取りに行ってしまった、スライディングチェンジを決めて投げをどうす。さああれこれ待って、まさか、うまい、ここは見計らった下段を。でも鉄拳タクツになってから、うん、俺はそう思いますね、タクはかなり奥が深いゲームだと思いますよ。さあリードをしているのはシューディ、ここはたまらずクラッシュを決めて逆ワンツーから風神、はい、うわうまい、あの人があんなスラッシュキック打てるようになってんの。さあもうあとは削り体勢に入るシューディ、ここは強気に、
さあカウンターからアサルトは使わず、まだわからないこの壁ガードを決めて負けるのがシューディー、はい、ここで負けるのがシューディー、流れが変わってこのまま負ける流れ、一番食らっちゃいけないやつだね今のね、今日のシューディーには上田さん間違いない、そうだね。さあフレーム的にはマイナスだからね、今のはありじゃないかな、クラッシュを使わず、さあ各班はさあワンツー左かかと、まだ勝ちの可能性は残されているが、ここは無難にチェンジは決めず、さあスカーを決められて、あそこから枕、え負けてる、あもう1ラウンドあるんじゃなかったの、嘘、はい、いつも通りでしたね、年なのでタクの旋回の速さ、いやでもねタクは慣れですよやっぱり、うん、赤反応関連じゃなくてね投げだと思います、今のはあかんね、はい、さあここでシャナ、やべえな、てかシューディシャナ終わったチームだいぶやばいねさあここで中堅対決出てきたのはシャナ、デビル兵八ちゃんとするとね、そうだね、シャナ久しぶり、ほんとそうですね、最近シャナもねお仕事が忙しいみたいであまりできてなかったみたいですよ、終わった半端だね、出てくるかもよ、さあ下段から各班は間に合わず、中段差し込みフレームで固める、各班しっかりここら辺の対策はしっかり、さあ下段からさあちょっと拾って、さあここでボブが登場、さあ最大しっかりチェンジを決めてアサルト、残り体力が1割、クラッシュはせず丁寧に粘る、うまくチェンジを決めて、さあここがキャラ対策のすごいところ、さあまだまだ分からんが、あ出ないよ、あそこをねシューンにね変えてきたいよね、でも多分ねあれねサブキャラだったらシューンに変えられるはずなんですよ、メインだったらあそこ風神を打ちたいよね、さあここからチョッピングから、うまい、もうあれはチェンジするしかないもんね、やばいな今の、さあギリギリガード、上田スピリットあったら早くね、シューディーさん今回早く感じたね、さあコンボはミスしてしまうが、さあコンボは少し安く去ってしまった、チェンジをしてよし 2P に行きたいんだろうシャナ、下段から 2P に行った、待望の 2P、
はい、これです。これはね、よくあるパターンですね。今のはもうダッシュして浮かせに行かなきゃいけない。さあ、各班ね、最大。やっぱ菅間はレベル高いね。レベル高いね、確かにね。さあ、下段から下段狙ってるね、今のも。さあ、投げからコンボ。ここで大将の世界の終わったが登場。デブの後転、いや、あの後転強すぎるよね。まあ、俺もそう思うわ。ただね、あれ後転さえ分かればダッシュしてね、浮かせ技いけますよ。スガマは毎日、おい、ね、月曜と木曜は俺出勤してないんであんま分かんないんですけど、火曜は初心者が集まる日で結構多い。水曜、土曜日はランキングバトルがあるんで結構多いですね。で、金曜日もね、比較的に高台のプレイヤーとかも多いし、結構ね、その火水金土日は悪くないと思いますので、皆さん、うん、大戦には困らない、対戦には困らない環境になっておりますよ。水曜、土曜は比較的やばいね、人はできないケースが結構多い、人がいすぎて。さあ、ここで大将の尾形の登場。このね、いろいろやばいから見ててね、みんな。いろいろね、チェンジの仕方もやばいんだよ。平八のふわーはーはーのバックダッシュ、まあそうだね、あれもやばいよね。火曜日数字、いや火曜日はてか、むしろ数字弾、獣弾、剣弾がかなり多いです。ほとんどがそうですよ。さあ、右アッパー。これ、え、まさか。いろいろあって終わった。俺絶対カズさんが抜きそうな気すんだよな。うまい。さすが。空気を読んだね、今。レオラースコンビ最強誰ですか。誰だろうね、分からん。さあ、ここはチェンジャーせず、ハイキック、読み合いが強いよ。何してんの、この人。やばい、バレてた。今のはバレてた。今日誰がいます。バクシー、タケク、あとハルスケ、ガチャピン、マンバ、つぶみとかシャナとかね、結構強いプレイヤーみんないますよ。獣団とか拳団、石板ナイン、石板ナインとかの方もいました。赤団も全部の代表はいますよ。さあ、投げを通して、まだ分かんないよ、こっからだよ。使うよね、そうだよ、使う。俺も使った、今の。やばい、あー、そっちが出た。体力はいい分、何を見せてくるのか。終わった。左投げ、一発止めから左投げ、やばいね。ゲラを通して、終わったがリーチをかける。メインキャラ決められなかった、診断メーカー使って決める。あ、いい、いいじゃない。誰になった。
さあうまく各班決めて、各班はボブ側は浮かない、ホーミング横を追っていたトゥースマから、ここでためにためたフラヒー、コーンを拾ってダブルアップからリリとデビル、いいじゃん俺と一緒だよ。さあ投げを通して、ゲランを拾ってうまくチェンジ、やばいな、一発止めが流行ってんのが今ワタさんの中で。見せてきた、拾ってあー高点確定、ここで最終ラウンドワタのネタが炸裂、やべえな、さすがだね、やっぱ見せてくんね最後に、うん、持ってるね。最近スティーブ始めたけど相方ボブがいいと思うよ。ボブラース、ボブラース、ブライアン、ジャック、マードック、ガン、いや、ガンリューもいいじゃん、結構いいと思うよ、これが世界か、やまない、なんかあのワールドクラスのネタと見せだよね、そう、そういう感じです。さあこれ対象対決、これね、タケ君たちが負けるとあの変動がかなり変わってくる。ハルスケも危ない、ハルスケも4位入れなくなっちゃうかもしれないし、タケ君も1位じゃなくなってしまう可能性があります。落としたくないよここは。やってしまった、やばい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 、来たよ、なんか知んないけど加藤さんの、あーバレてるバレてる、ははいろいろチェンジが寛容だわ。さあここでこちらも暴れで対応、見せてくれんのか、こっから出し切って、さあここはクラッシュで対応、投げ落として体力はイーブン、置き攻めつき大技が有利、やべえな、何度もやりすぎだろもう、めっちゃ楽しんでんね大技さん、そうだね、さすがだわやっぱ。なんかストイックの吉光じゃないんだよ、ほんととにかく見せてくるし、相手の子もうやめてバレてるよ、さあ読み合いに勝って押し置きをしっかり決めてきたのはハルスケ、ここでリーチをかける、ジャンボン対策はバッチシだ、やばいやばいやばい、マジいろいろ投げを抜ける、さあ右アッパー、ここは割れないフレーム、うまい、やってしまったね、あー各班投げを抜ける、早めにチェンジから、こちらも投げを抜ける、投げから投げ、あとは削り体勢の春輔、各班最大決めてうまく対応した
春助チームの勝ち。吉光出て一発殴るやばいね、うん、面白かった、さすが面白いですね、これはさすがの大綿さんといったところですねさあ次の対戦が、バクシーマンバペアかな、バクシーマンバ誰だろう、はい、誰だチームは、えバクシーにどうやったら技を当てる、いやステップインして技を打てばいい、当たるか、バクシーさん対策、はい、のびさんやらんの、俺はだってあのね邪魔はできないんで、はい、組手のね、私みたいに出てもね、あの特に邪魔にならない人、もし勝ってしまった時のさ、あの冷ややかさが終わってるからマジで、うわーっていうやつね、そう、え、お前勝つのみたいになって無理やり負けるのも嫌じゃん、そういうのは嫌なんでね、出ません、伸び組手に伸びさんが行くことも、はい、一人になっちゃうかもしれないしね、そしたらね、一人ぼっちで、はい、世界の広さを痛感した、その通りですね、ただここまでね、吉光を知ってるプレイヤーいないです、はい、さあここでゆきちゃん、ねこすけ、はいはい、まっちゃんかな、ペア VS メイスユーキン満足ペア、あ、ちげえわ、次のブロックだ、はい、マンババクシートワッチ、クーちゃんチーム VS ニャソつぶみトワッチチーム、いや、スガモチーム VS、うん、かなりレショーが高い強いチームです、レショー、はい、レショー高めの、さあ、つるみとかもね、今2位から3位の可能性がかかってるから、大事ですね、これはね。いや、まあ、ちゃちゃっとやろか。エイドニアン、最近また瞑想中らしいですよ。あれ、もう本当ですか。最近メインが楽しくなくなってきましたって言ったが、もう仕事終わって11時で帰ろうと思ったとこから30分説教をして帰るっていうのがね、最近日々の流れです。あまりにも敵が熱くなってしまって終電を逃したみたいなこと、終電逃したっていうか、あの電車賃をなくしたみたいなことを言ってるぐらいね、何してんのバカなやつなんで、瞑想、ニャソ瞑想中。さあ、アスカ対アスカ、順対アスカ対決、アスカ格が早い、さあ投げを通してチェンジ圏内、さあアスカ、アスカってやりにくいよな、森さん、シングルだと不利なんですかって、はい、ですね、実際は不利なんです。なんでかっていうと、タッグクラッシュができないんですよ。だからタッグクラッシュができないから、アサルトからあの叩きつけて追撃まで確定しちゃうケースとかもいっぱいあるんで、できる限りね、タッグの方がいいんですが、そんなに大差はないので、あのね、1キャラしか使えない方はもちろんシングルで全然いいと思います。ただ少しだけタックンと違って振りはついちゃうかもしれませんってぐらいなんで、そんなもんなんですよ。ただだからね、全然シングルしか使えない方はいいと思いますよ、それで。だそうです。うん、時々俺もソロでやったりするんで、ラインが合わないときは。だそうです。さあここで投げを通して、やばい、ソロのね、いいところっていうのは、はい、あの赤ゲージがあれば常に回復してるんですよ、控えに回さないでも。あ、そっかそっか。だからコンボ中とかでもそう、徐々に赤は回復してるんですよ。なるほど。そういうのはいいところだと思います。シングルハイ、あ、違う、シングルフラ、そっか、シングルハイ、すいません、シングルハイはね、BR でね、散々あったんでね、はい、まあでもシングルハイもいいかもな、時々もう原点に戻って、ね、うん、すごい、JDCR も混乱するレベル、いや、混乱するよ、あの多分苦笑いだと思いますよ、あれは、カレー食べちゃうよ、ねマスターカップは影丸じゃなくて大綿っていうプランもあったんですかね。 あったと思いますよ。本当バクシー大綿さんにする。でもね、影丸結構韓国に強いんですよ。あ、本当ですか。そうそう、
うちらがだから世界大会で予想してるのは、トゲマルは韓国は倒せるかもしれないけど、その前のアメリカとかにやられるっていうプランをね。ダークホースにやられる。そうそうそう。うまい。レボリューション、レボリューションも俺ちょいちょい触ってますよ。レボレボ。うまい。同キャラ3-on-3シングル、昔ありましたね、それもね。同キャラの人だけでやるんですか。同キャラ3体、例えばドラグノフ3体チーム VS ニーナ3体チームとか、そんな感じで昔はあったんですけど、今タッグになってると、例えばレオラース対レオラースとレオドラとレオなんとかの3チームとかになっちゃったらもうごっちゃになるじゃないですか。だから反対もシャオレオ対なんかシャオドラ対とかになっちゃったらもう訳が分かんなくなっちゃうんでね、やるならシングルでそれはありだと思いますね。確かに揃えに行くと、うん、さあ、攪拌は間に合わず削り体勢。さあ、なんとか勝ち取ったのはエイドリアン。カズヤのコンボ締め、右かかと踏みつけ、横転で避ける。相手にはどうしたらいいですか。いや、横転も絶対避けらんないよ。それは右かかとがとりあえず遅いだけだと思います。それかステップインして打てばいいんじゃないですか。じゃあさあ次がマンバの登場。くーちゃんのね、はい、敵討ちとしてマンバが登場します。エイドリアン VS マンバ。なんかマンバさん負けそうな気がしそう。マンバさんがよくそういうこと言う。そう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 。なんで自分でも言ってるけど、久しぶりに決勝来た、でも俺はここでどうせ負ける男だって自分で言ってるからね。そういうキャラなんで。アンナはね、ジェイシーかラースがいいかな、一番相性がいいのはね。だそうですよ。こんばんは。いらっしゃいませ。さあ、陣中から削り体勢。さあ近距離、レイジのアスカ、ここでカウンター、コンボミス。どうなる。うまく暴れて、ニートだから毎日やってシラまで行ったけどやばいね、ニートでお金なくなっちゃった。だからね、鉄拳をやるためにじゃあ働けばいいんですよ。いい循環じゃん。日雇いとかをやってお金を貯めたらまたニートになり鉄拳をやり。なんで日雇い限定なの。いや、わかんないけど、ほらニート鉄拳プレイヤーっていうのは、毎週何日は仕事とか嫌じゃないですか、多分。そう、縛られたくないはずなんです、仕事に。ニートの気持ちが。そう、だから好きな時に仕事にね、日雇いで入って、そのお金で鉄拳っていうのいいプランだと思いますよ。あ、マスターカブが前回、もうじゃあ2チーム上回ったんだ、ね、よかったよかった。大きな大会になりますね、また。楽しみ楽しみ。シャガパンはね、ビフリの時に打つといいと思いますよ。何の時ですか。ビフリです。ちょっと不利な時、不利な時に。例えば相手の技をもらっちゃった後とかにシャガパンで流れを止めたり、もらっちゃった後、そう、自分の技をガードさせた後に相手の流れを止めるためにシャガパン打つとかっていう風に使うのがいいと思います。ラス使うと思うんですけど、ブラとジン、どっちがいい。ブラ、ジンの方がいいと思う、相性は。ただ、難しい、ジンは。さあ、もう守り体勢のマンバー、逃がさない立ち回りで中堅戦に入る。ここでどっちが出るのかな。
トワッチさんが登場。ヤソーが髪の毛切ったんですかね。切ったね、多分もうフレッシュになりたかったね。かっこいい、あ、すごいよ、たち。そうそう、あいつの負けた後の顔がやばいのよ、いつも怒っちゃった。落ち込んじゃうタイプ。俺がお前どうしたのって言ったら、あいつ顔震えながら、もうメインヤスそう、お前何回目なのっつって、なんでみんなそういう風にお前に期待してんの、そういうことを言うのって。いや、でも勝てないんすガチだよ。この間そこのバトルステージで一人で座ってそんなこと言ったから。バトルステージそんな使い方されてる。いや、そうそう、バトルステージあの悔やむ場所になってるからね。悲しみのバトル。そうそうそう、ニャソってば本当にジンで頑張ってます。頑張ってください。ラースはレオと相性が一番。いや、どうそういうことはないんじゃない。どんなキャラでもラースは相性いいと思いますよ。だそうです。うん、どうな相手にアスカとガンリュウはどっちが良さそう。どういうことだ、相手にアスカとガンリュウは。ロウに対してアスカ。ああ、アスカの方がいいんじゃないかな。じゃそうです。うんマンバーマスターカップ出ないのかな。いや、でーどうなんだろうね、今検討中だと思います。サンバさん、ね、クマモンとチーム組むかも。あ、そうなの。クマモンですよ。え、どういうことクマモンって。マンバさんクマモン好きじゃない。やばいな。それだけ。そういうことね。それだけです、はい、自分覚醒中でして東京。お、よかったね、覚醒中か。このゲームでも覚醒があるんですよ、俺も。相手の3歩先ぐらいまで読めるモードに入るんですよ。何すると撫でるんですか。なんか、わかんないですよ。やり込んだ際、あのランナーズハイみたいな感じなんじゃないですか、多分。ね、本当にありますよ、もうこのゲームで、そういうのは。もう、周りの声何にも耳に入らない状態になって。やばいような気持ちです。いやいや、まあ、一種の変な、なんか、そうそうそう。ローのパートナー、いや、ガンリュウの方がいいと思うよ。ガンリュウがいいですよ、はい、デビルジェンの被告に食らった後ってどうしたらいいですか、はい、ね、横移動ガードをしとくのがいいと思います。しょちゃん誰も誘わないとかどうなってるか。いや、どうなんだろうね。ゆうさん好きすぎてフェノ。いいじゃんいいじゃんね。じゃあゆうさんに素直も来た時に教えてもらいましょう、ね、ゆうさんもよかったね。マスターが完璧。いやいや、いいことじゃないですか。逆にね、リベンジマッチもできるしね。ガンリュウ練習しても、うん、頑張ってください。3段に上がったら私と対戦。そうですね、お待ちしてます。はい、ね、3段で練習しています。はい、のびさんおすすめのサークルさあ、これ風神拳ヒット。投げから？あれ、これまだ、え、嘘。さあ、ここでクラッシュを立ってリーチ。やばいな、お互いリーチだよ。さあ、強気に右アッパーからアサルトを使う。うまい。どうなるのこの体力。やるしかない。さあ、チェンジを買ってレイジ状態。一気に体力をリードされてしまった。ジェイシー火力やべえな。投げを通して、さあ、たまらず暴れるが、うまい。さあ、トワチさんがマンバを抜くすごいな今の試合。覚醒した、ねえ。さあ、ここで大将のマンバ、あ、マンバじゃ、バクシー、これバクシー苦笑いしてんじゃねえかな。さあ、ここでメインキャラのブルース・ブライアンを引きずり出す。面白いね、こういう風な試合があるとね。
はい、さあ亀梨ステージ、マジでガチで来たね爆死ガチで来たよ。あ、やばいやばい、ガチでとかじゃないですよ、爆死さんがなんか、さあここでカリコレとかそういう、ほんと、おしゃれって言ったら途端に黙っちゃったじゃん。難しいね、おしゃれむずいですね、うん、全然おしゃれじゃないキャラが出てるもんね。さあここでミルクティー爆死 VS メープルシロップとワッチメープルシロップとワッチやらしい。さあ華麗にコンボを決めてさあここで相手に誘うかのように近寄る。あ、難しいね、うん、もう一気に黙っちゃう。はい、すいません、オシャンティはなしです、はい、ね、ボブとガンティのどこにオシャンティを。さあ、華麗に透かして華麗に起きてる。綺麗な透かく丁寧なコンボからたまらず上から降ってくるごめん、やめよう、無理だ、うん、カレーなってつけるだけ。いや、なんかそう、一個何かをつけるぐらいしかないんですよ、綺麗なとかね。はいはいはい、バックシーさんはマジモードですか。多分ガチですね、これは。もう下がって下がって、あ、相手に大きな二択を食らわないように丁寧に立ち回ってます。この体力とかになったら、ほら、バックシーがかなり誘導に。ラウンド2ファイト。うまい。さあ、うまく勝ってチェンジをうまく狩るか。あ、いいね、ここはまあ丁寧に。ボブとガンリュのどこにおしゃきをいや、なかったなかった。この綺麗な肉体を見てくださいよ、ガンリュの綺麗な肉体。うわ、減った。最後、あっ、鉄拳セブンっていつ出るか知りません。知りません、はい、知りませんよ、知りません。綺麗な肉塊、はい、綺麗な肉水ですかね、これ。肉水汚いなさあ、レジ状態一発当たってしまうと、ここはもう強気に親方が前に出る。親方、ドアチさんは岩流使いだから親方って呼ばれてるんですよ、船のね。そう、さあコンボはミスしてしまうが、強気に削りに行きたい。スラッシュキックから早めなチェンジ。右アッパー、早めにチェンジをしたいよね、したいよね。届かないと見計らってのね、はい、今のは汚いジェットアッパーですね。汚いジェットアッパー、はい、汚い爆死。あ、そう、汚い爆死ですね。汚い爆死、汚い爆死対綺麗な親方の試合でしたね、今のは。綺麗な親方が死んでいった。はい、なるほど。さあ、ここでお互い対象対決、鼓、うん、VS、爆死の試合。面白そう、これは。あら、まあ、いい感じ。うん、Get ready for the next battle.つぼみくん負けたら、ね、マンバさんに抜かれる可能性もあるんで、マンバさんが、あ、そっかそっか、出てるもん、うんうん、ただつみくんが勝つと1位になれる可能性もある。マンバさんが勝つと2位に入る可能性ができてきますね。つみくん見てるかこれすごい大事な勝負だよ、ここは。作戦者さん来た、作戦終わって強権に告白します。はい、強権、早えよ、覚醒タイム短いの、早え
部のおかわり強い。大会参加してください。大会さあバウンド今後はミスしてしまうが、ハチェットから逃がしたくない。ハチェット体力は一発浮いてしまうと死んでしまうので、丁寧に行きたい。バクシーは守るな、下げ段から早めにチェンジを決めたいけどしないね。さあジャイスに通らず、うまいね、 BKC うまいね今のは。角半は届かず、もう一度下段から下段、さあここで中段は出たよ。どんなプレイヤーにも当たるハグン。下段からまだわからないよ、丁寧に固めて下段削りに入る。さあチェンジは間に合わず、今度は逆に爆死が早めにチェンジをしたい状況を投げを通して、たまらずクラッシュから下段。さあストレッチ薄まで暴れて、つむみが1本取り返す。なんかいい試合だね結構これは。あの落としたくない爆死とやりに行きたいつぶみみたいな試合なんですよ。攻めと受けみたいな感じですね。あ、言い方まずいっすね。すいません。さあここで受け側の爆死が攻めに転じる。おしゃんせいじゃなくてやばいっすね。はい、価格は間に合わない。ちょっとつむみがひよってるかなこれは。さあ各班を最大決めて、うまいね、早いな価格。うまい。あれまさかだけど、ヘッドヘッド。さあお互いフルセット、どっちが勝つのかな。はい、反応勢。さあ減りがやばいよ、やばいやばいやばい。残り2割、クラッシュせずスラッシュキックから駆け寄って投げで壁をチェンジ。二択には行きたくないよね、バクシーできればね。そうなんだよね。さあもう削り体勢、小さく固めて、アマキはこうなったらやるしかないよね。まだわかんないよ、怖いね。爆心もちょっとビビってんね。ああ、行っちゃった。ああ面白かったね今、緊張しましたねこっち側もね、はい、止めどないビビるし、のりさんがずっと言ってたみたいな、私もここら辺で妄想が止まらなくてそうですね、はい、ヒノピーは BL 正直に言ってみよう。交渉も答えましたちゃんと、はい、交渉を間違えると戦争はそうですね。チョコレート食べて戦いに挑もうかな、うん、最速畜生堂しゃがめ、うん、俺もこれ好きですよ家で。あ、蜂蜜味ですよね、美味しい。さあここで準決勝かな、はい、シューディー、あ違うわ、春助武日のピーチーム VS マンバ A バクシークーちゃんチーム、はい、の戦いですね。メンストマヤが来てねえよ
大阪から来ねえよ。じゃあ2大進行でやっていきます。どっちの試合が見たいですか？春助武日の P VS メイス有金満足チーム、または、キッタイベコフキーチーム VS マンババクシークーちゃんチーム、どっちが見たい？レオラス見たい？いないね。TKC の方分かった、じゃあ右側の方かな。危ないね。はい、コーヒー、そうですね、 TKC、 プーちゃん、プーちゃんいねえよ。バクシー、コーヒー、ヒノピー、どっちだ？じゃあどっち行こうか。次は名前が上がった方の見るよ。はい、次上がった方見るから、早いもん勝ち。ヒノピー、はい、ヒノピー、こっち見ましょう。じゃあ状況によって変えていきましょう。さあ、有金 VS 日の P の試合、投げを通してガチだな有金。あれ？投げ。あぶねえ。さあトリガーから有権が一本、伸びがより大切だと思います。なんかいろいろ来てるね。有権だいぶ汚い。間違いないね。やりに来てる。やばい当たり方した今。うまい。うん。じゃあ投げを通して。さあここでヒット確認込み、有金が取りに行く。ここを怒りの春助がね、有金がシャガパンアバリばっかりしているので。間違いない、ああいう風にするのがシャガパンアバリだよね。ここで春助出てくるよ。女が鉄拳やって、そんなゲー、そういうこと言うなよ。どんなやつでも鉄拳やっていいだろう。ラウンド1ファイト。さあ、ハルスケ VS 有金の試合。ここでジャンボンヒットからチェンジ。
おわクラッシュ。左右小移動ガードきっちり入れて、水面からユキがまずは一本あれですけど、シャガパーまで読んでさばいてくれ、間違いない。男女平等パッチやばいね、視聴者に。はい、流れがちょっとユキに向いてるかな。早めにチェンジは枯れずに、コンバミス、かかんしっかり決めてチェンジがしたいが、ここで刺さるよ。これが山捨てができないとこうなっちゃうんですよ。無双確判にライト確定、うん、無双確判ライト確定だよ。15かな、浮きますね。うまい。さあステップインで技を出すとこをカウンター。初心者におすすめコンビ、ジャックとラースとかは相性おすすめだと思うよ。強気に行くユーキン、やばいな。てか今左で右アッパーかわしてよ。やばい、超減った。さあ行きたかったよね。はい、ラスト陣髪、あーいいかもね。レイ誰と組ませて、俺レイは、いやどんなやつでも組ませられるんじゃない。でもレイは誰だろうね。リーも相性良さそうだったし、誰でもいけるんじゃない。レイ比較的コンボ相性は誰でも伸ばせると思うよ。そう、対策がてらに使うのもいいと思います。さあここで大将か、あ違えば中堅の中堅対決ですね。ちょっとトイレに行ってきます。ラウンド1ファイト。
はい、ただいまです。っていうかあれだね、ちょっとこっちを見て、クーちゃんが2人抜きして大将キッタンを引きずり出してるね。ただいます。やばいね、面白いねこの試合は。投げは抜ける。さあここはめくってチェンジ、リーチはキッタン。さあ壁までは運べないが、うまくチェンジからコンボをしっかり左投げ、置き攻めはそこはクラッシュで対応、カウンターヒットからうってしまった。さあたまず壁を交代させて、ここで大将のキッタンがとりあえず1人目、毎週報告した成果がついに出たがありがとうございますね、本当にありがとうございます。キッターさん誰と組んでる？キッターはコッキーとイベアスカさんですね。さあ反対見ます、メイス VS、ハルスケの試合かマンバ VS キッターの試合、どっちが見たいですか？悩ましいね、悩ましいよね。じゃあまあこのままでいきますか。そう、中堅ハルスケ対大将メイス、ね、あっちは毎週火曜日グループ交渉を来週の運待ってますよ、楽しみにしててくださいね。ラウンド1ファイト。アップで見たい、 いやアップっていうかこれが限界だけど、このボブかっこいいね。さあうまくしゃがんで、これまさかだけど死ぬね。お金ないけど行ったらやらせてもらえますか？やらせてもらえ、いやグループ講習は見る基本、グループ講師はね、皆さんにホワイトボードを使って見るみたいな形ですよ。対戦とかは普通にお金100円入れてニックレでやってもらいます。わあ粘りに行ったけどな。さあレイジのジンパチは怖えな。給料いくらなんですか？いやね、それ聞いたら間違いねえよ。まあでもね、そんなにもらえてはないですよ。はい、 KO
round four. Fight! うわ、拾えたね、今。やばい、王道はシャガパンボンバーやろうとしてきた。さあ、ここは暴れられない。反対はメイスさんが春輔を抜いてタケ君の登場。さあ、流射ヒットから、強気すぎる。後ろ LPRP を後ろ両パン押しちゃったんだね今。拾われて、さあ入れ込んでしまって、大将バクシー。反対はメイス VS、 こちらも大将のタケ。やばい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 、熱いねこの試合ね。うまい。ヘリがやばいやばいやばい、ロケットアッパーを入れてきたね、あそこに。ありだね、でも。倒しきれない、このコンボミスは。さあスライディングお返しですね。ガンディの強みって何ですか。完全に2択なんですよね。ローリスク、ローリスクハイリターンな2択がかなり多いってことですね。うまい、膝暴れ。なんだなんだ、トリプルアップ。メイスさん欲しがりすぎだって。やばいやばいやばい、リーチはメイス。
やばいな、これ面白いね、この試合。しゃがんできたさあ、カウンターでおもろいね。さあ、反対はバクシーが意地を見せて決勝に進出。やばいやばいやばい、来たね。うまい。タケ君がギリギリ以上見せて決勝は、シノピーハルスケタケチーム VS クーちゃんマンババクシーチーム。段位レベルもほぼ一緒じゃないねえ。テケンオケンオ、あとマジンとスザクで、三段と飛竜とかでね、ほぼ一緒だよ。女プレイヤー男男の、はい、女プレイヤー男男チームの第一層もレベルほぼ一緒だと思う。じゃあ面白かったね今の試合。じゃあこれ最終戦の決勝戦になります。面白いよこの試合は。どっちが勝つかね。そうそうそう、オーナーの戦い今これどんだけレアライス間違えないね。どっちが勝つのか全然読めない。いや俺も読めない。これは面白い。お疲れ。家庭用のサービス復活しますか。いや、わかんないんですよね、俺は。本当だ、桜大戦、そうだね。確かに危ないでしょ。いや、でも、いや、変えたのよ。昨日もう無理やり変えさせたのよ。 KO Round 2 Fight。下げ段から さあ、スカカクしっかり。うまいね。やばい、クーちゃんが右アッパー中になってる完全に。さあ、あーホーミング。ほらね、投げを通して
ゲーダンからコンボ、4RK 結構使いますね、ヒナピー。 4RK アスカの 4RK ってなんだ。あ、ラースの 4RK、 あれ結構使う。でもあれ結構強いと思うよ、確かに。うまい。さあ一枚上手だったのはくーちゃん。アスカクザマ。Get ready for the next battle.ラースの膝を、あ、はい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 、どうなんだろうね、事故だね。さあここでハルスケ VS クーちゃんの試合。クーちゃんもでも丁寧なアスカになったね。うまいね。いやー早かった。やべえな、強えな、くーちゃん。さあおそらいね、完璧な対策です。これはさあしゃがんで、なんとか一人は逮捕、逮捕多いね、確かにね。さあ拾われてしまう、左投げは通らず、うまい。投げを抜けられてしゃがんでしまった。強制二択なんだよね、あれ。うまくチェンジを決める。ハルスケ今日コンボ調子悪いな。うまい。さあここはアサルトは残るけど確定反撃で、ここで中堅対決。
Ready for the next battle. You look like fun. Round one. Fight. どこ見てんの？あのね、こっち側にラグがない方のあれがあるんですよ。このだからこっちを見ながらね、基本解説とか喋ってますよ。さあ、ここでバクシー強気にいいね。ブルース・ブライアン、ボブどっちかっていったら結構きついキャラだからね、早めにこのボブを抑えられるとかなりでかい。うまい。さあ、カウンターうまく拾う、これがねブライアン・ブルースの相性いいとこなんだよね。 TC 可能じゃなくても生チェンジをして拾える。うまい。ああ惜しかったね、今タクトだった、あったね。さあ、各班しっかり決めて、ヨーパンからここはうまく逃げ切る。膝暴れ、ああららららら、出した。 やばい、おもろいね今の。さあ、膝は投げで吸い込まれて、一瞬しゃがんじゃったかな。うまい、フォロー、投げは通さず。さあ、レイジ状態のリリー、ここでカウが入ってしまう。見た目の割にあんま減らないキャラ隊の爆死間違いない。赤が間に、スカ角間に合わないけど、もう丁寧にね、こういう風にやばいやばいやばい、なんか色を見せてきた爆死が。さあ、暴れてしまうけど、まだチェンジ圏内、危ない。丁寧に爆死が先にリーチをかける。ミンチさん、初め右横むずいね。まあそうだね、慣れだよね、これとかも練習次第で。暴れてきたー。はい、取りに来たところ、さあカウンターヒット。ここで春輔がリーチ、お互いリーチ、落としたくないよ。このセットを落とすと大将に回さなきゃいけない。やべえな、いったねジャンボ。
パクハンカーブ、あれフラヒフラヒ、これは打ち落とす。やばい、ちょっと待って、俺が緊張してきた。あ、チェンジだよね。あー、まだ一発でやばいよ。はい、バクシー、ブライアンの膝みたいに打ってきた今。さあここで先に大将出てくることになったのはタケ、タケ VS バクシーの鉄拳王 VS 剣王の試合、ね、今日名勝負だね、みんなね、面白いね今日の対戦はね。デビル何なんですか、誰のデビル。スカカク早い、これコンボ入んないんじゃない、入った、ジャブが入ったね。さあここはクラッシュからやばいね、息が詰まるな、この試合は。お互い守りだもんな。やばいでしょ、15秒ぐらい1ポイントもね、ダメージが当たってないんですよ。さあここは死ぬね、減るね。さあ各班しっかりステップを踏んでプレッシャーをかけていくのはバクシーかな。どっちもでもいい感じだね、本当にバランスがいいわ、お互いこの2キャラの対戦は。うわーやばいな、ちょっとおもろいね、集中力高いね、どっちも。さあ手堅くいってるのはバクシー、やばいやばい、超硬い、バクシーが硬いな今日は、バクシーが硬い。胃がピリピリね、たまんないね、バクシー硬いね今日。さあ流れに乗ったのはバクシー、勢いで倒しきりたい系よ。あれちょっと待って、嘘嘘、死なないよ。さあ霊視状態のボブで一気にまくられそうだが安全にチェンジ、手を出してしまった。この体力はアサルトで死亡。さあ優勝は、クーちゃん、マンバ、バクシーチームによるね、いい3人だね、これは面白かったね、この試合はね、面白かったです、バクシーはね、これはもうマスターカップに仕上がってんじゃないでしょうか、かなり。
いや、楽しい戦いができました。うん、面白かったね、今日はね。はい、さあ、そんな感じでまだまだ皆さん忘れてもらっちゃ困ります。これは決勝戦の前のね、決勝に行く試合です。まだ決まってないんです。さあ、ここで順位変動をじゃあ見ていきましょうか。はい、おそらくなんですけど、マンバさんと、つぶみくんが入れ替わります。マンバさんとつぶみくんが入れ替わるのか。はい、で、タケ、マンバ、つぶみ、ハルスケっていう順番になると思います。順位はね、1位がタケ、2位が、マンバ、3位がつぶみ、4位がハルスケっていう形でね。かな、うん、そうだね、マンバさんが優勝したから。はい、あれ、これ優勝何ポイントですか。優勝、コウスケ、コウスケ、優勝って何ポイント。あ、5? あ、あれ、パケ、マンバ参加ポイントも1ポイントだよね、確か。ちょっとコウスケ、パケ、え、優勝が4ポイント。あれ、待って、じゃあこれ変わんねえのかな。え、つぶみくんが2位、参加で1ポイントの優勝で4ポイントだから、5ポイントの4ポイント。あ、え、変わんないの、同点だ。で、参加数でつぶみが1個上だから。はいはい、じゃあつぶみくんが2位、つぶみが2位だ。はい、すごいな、これは。はい、そうだね、本当だね、これ3位キープだったね、確かに。はい、1位がタケの35ポイント、はい、2位がつぶみの、26ポイント、3位が、マンバの26ポイント。これはなんでマンバとつぶみが段位が順位が違うかっていうと、参加回数がつぶみくんの方が2回多いので、優先順位は参加回数が多い方になるので、つぶみが2位ってことですね。で、4位がハルスケの18ポイントっていう形で、ランキングバトル決勝戦はこの4人にということになります。はい、ではですね、今からじゃあ10分休憩をいただき、あ、まあいいか、じゃあ13分か、7時10分から、バトルステージで開始をしていきたいと思いますので、皆さん、はい、今の間にトイレ行ったりとか休憩をしておいてください、はい、ではね、一度、ワイプを消して7時10分よりまたお会いしましょう。はい、では皆さん、後でね、みんな休憩しましょうね。昨日、あれ、ワイプ切ってます。
もしもーす。今固定3音が終わって、プレーオフトーナメントに参加する4名が決まりました。なんで今あの音だけの状態になって、あと5分ぐらいしたら、プレーオフのトーナメント決勝をやると思います。あ、そうだったのね。OK。 はい、あ、休憩。はい、復活しバクシーさん、バクシーさんによるワンマンチームでしたってとか、ね、なんかワンマンチームとか書かれてるんですけど、はい、俺今日キュメヒといなくて、はい、でなんか筐体でちょっと団員戦やってたらマンバさんに誘われて、いきなり出ることになって、マンバさん、クーちゃんチームと、まあ、でもマンバさん仕事してたと思いますけどね。ちょこれからとね、ランキングバトル決勝で3位に入ってるんで、はい、まあ、ちょっと一緒にチーム組んでたんで頑張ってほしいですね、はい、よかった、マンバさん応援してますよ。バクシーさんがマスターカップも一緒ですもんね。いや、マスターカップはそうだ、マンバさんじゃないよ。そう、のびのびゆうくん、影丸さんだ、影丸古川くんですね。そうだそうだ、影丸さんとバクシーさん、まあ結構強いチームで出れることになったんで、ね、さっきのびさんが思いを語ってましたよ。思いを、はい、思いを、なるほど、はい、なんか言ってました。のびいや、もう相当なメンバーなんで、あ、はい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 、8月とか7月とかずっと巣鴨で韓国の大会とかもあって、はい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 、ずっとバクシーさんとかそこら辺からいっぱいこう大会も巣鴨で出てますね、うん、なんで、いや本当は日韓戦ね、うん、出る気はなかったんですよ。 あれはで、ゆうくんが、はい、あ、そうだ、ゆうくんがちょっと体調はちょっとあったんで、はい、で代打っていう形で、うん、誘われて、はい、でまあさすがに伸びから誘われたら頑張んなくちゃいけないなってなって、うんうん、でそこからやる気を出した感じですね。また、はい、もう火がついた感じで、そうですね、なんか前回のマスターカップ終わってから、はい、あまり大会とか、はい、まあ、あまり出る気なかったんですけど、はいはい、もういいかなみたいな、もういいかなと思ったんですけど、さすがに伸びに誘われたらみたいな、ね、しかもこうユウさんの、ね、いない時に、そうですよね、支えてあげないとということで、なんか他に、ね、なんか誰がいるんだろうみたいな、結構困ってたっぽくて、うんうん、でまあ自分が出ることになりました。それでねえ、ね、今回のマスターカップね、はい、前回の日韓戦と一緒のメンバーが韓国から来るんで、ね、昨日ユンナビ放送で発表になって、そうですね、マサカイさんから発表があって、ね、うんうん、ね、まあ、ぜひリベンジを、ね、リベンジをしたいんですが、ね、そのためにはいろいろ倒して倒して、そうですね、頑張らなくちゃいけないですね。決勝で当たれたらいいですよね、まあ、ね、そうですね。まあでも参加チームがまあ、100チーム、うん、確か昨日の時点で100チーム超えてたんで、でなんかちょうど今生放送やってる間に、はいはいはい、2チーム増えて、はい、前回 のエントリー数を超えたっていう、だから過去最大になった。じゃあ前回が確か、はい、125チームで、うん、625人だったんですけど、超えました、2チーム、あ、ほらほら、127チームで、127で、うん、まあ、5だから、うん、今夜の7時じゃないですか、はい、でこれから多分、ね、駆け込みでまだ増えるじゃないかなっていう予想が、私もこの後エントリーするんです。あ、なるほど。じゃあとりあえず128は確定なんですね。確定ということ。ただなんか仲間が誰を使うのかが分かんなくて、はいはいはい、なんか今もぞもぞしてたらどんどん時間がなくなってて、今日の夜までですもんね、多分。そうですね、今日の夜までですね。そうなんですよ。あ、関西、そっか、関西我々クラス暑いな。何ですかそれ、我々クラス。どれどれ、西の、はい、
あのベライアンツ界最強のブリさん、あ、ブリさん、あ、ブリさんとか、まだエントリーしてなかったか、あとはシモン君とか、ティッシュモン横跳び、そうですねシモンさんね、うん、あ、そういえばまだエントリーしてなかったですね。そうですね、昨日見た時はしてなかったんで、まだこれからなんじゃないかなと思います、うん、と思いますバクシュさん、なんでミゲルミゲルって言ってるんだろう。ミゲルミゲルまたまたさん、お、またさん、またさんが、またさんが来る、暑いですね、またさんが来る。いやなんかまたさん前回確か参加してなかったんですよ、マスターカップ。そうでしたっけ。なんでちょっと今回は面白くなるんじゃないかなと思います。保証がどうなんだろう。え、ね、それは我々で来るのかな。我々来る楽しみだな。あ、不思議さん、あ、うん、いやなんブリさんとバクシーさんはガチったことはあるんですか。いや、ガチったことはあるんですけど、はい、ブリさんのプレッシャーに負けて、すごい、はい、下段4連発を食らったことがあって、下段4連発、今でも覚えてるんですけど、忘れない下段4連発があって、はい、で自分のブライアンが体力8割くらいあったんですよ。あ、はいはい、全然体力8割くらいあって、うん、でブリさんのブライアンがレイジで出てきて、レイジ状態で、はい、でウェッジドライブっていうブライアンの一回くるんって回って蹴る下段があるんですけど、それがめちゃくちゃ有利がでかくて、まあ何も割れないくらい暴れられない下段があるんですよ。でその後にハチェットキック食らって、はい、あ、よく聞くやつだ、はい、そう、まあよく使うブライアンの主要下段なんですけど、ウェッジドライブ、ハチェットキック、ウェッジドライブ、ハチェットキックでレイジでその下段4連発食らって、俺の体力8割が全部消えてしまったという8割が全部そうですね、あ、もう本当ブリさんのブライアンは結構、はい、攻め方とかがすごい上手いんで、かなり尊敬してますね。そうですよね、またさん子供生まれたんでめでたいですねおめでとうございます。下段4連発がで、ブリさんもパパだし、パパ、はい、マスターカップでガチったらもう下段4連発食らわないようにしなきゃダメです。いやちょっと下段4連発食らいたくないですねちょっと見たいんですけど見たいけど自分ちょっと見たいんですけど、ちょっと自分は食らいたくないから、他の人が食らってるの見るとそうですね、ちょっとブリさんさすがっすみたいな、さすがっすを見たいですねくるくるキックっていうのがあるくるくるキックっていうのがあるかわいいね一回転しかしてねえけどそんな回ってないから一回だけ、二回転もしてないよいやー、じゃあ、このあとプレーオフトーナメントそろそろ始まるのかな、うん、そろそろ始まるんですかね、はい、くるくるキック笑ったっぽいですね。伸び伸び反応がないんで、まあ、いい声してるんで歌ってくださいってなって歌ってください。いやなんか前もなんか確かキリンですをリクエストされてそう言わなかったんですけど、もうあの聞きたい人は巣鴨に来ないとダメっていうね、そう巣鴨にちょっと来てくださいよ。ダメです、そんな簡単にね、爆笑さんのねいい声を聞こうたってねダメですよ実際に来てもらわないと。そうですねおもう少しで、うん、今伸びがアナウンスをしているの で、はい、あともう少しでランバド決勝戦が始まるんじゃないかなと。はい伸びさんがおもむろになんか場内アナウンスをしてる今伸びが場内アナウンスして、はいね、どうしたのか、参加プレイヤー4人を集めてる状態なんで、なるほどね、みんな勝手に鉄拳し始めちゃったからね。みんなで巣鴨に乗り込もう、そうみんなで来てください、巣鴨も盛り上がってるんで、バクシーさんのイケボを独り占めできますよ独り占めできますよやるの、やる、お、画面が切り替わりましたよ、はい、おでは
プレーオフトーナメント4位の春スケートはマンバさんですね。そうですね、2P 側春スケート対する 1P 側にマンバさんというカードですね。そう、素顔マジいいところなんですよ。結構居心地いいですよ。褒めてくれてる。Get ready for the next battle. ステージはまあそこそこ広いステージかな、ね、バルコニーブレイクがあってどうなるかな、どっちが使うんだろう、奈落とかで。この2人は全然戦い方とか違うんですか？違いますね。開幕昇竜太い選択肢バウンドアサルト使って一気に7割体力を奪っていくバルコニーブレイクからバウンド壁まで運んで置き攻め、ゲランは高層選球でごまかす、中段チェンジをして3面でかわす、レイジを生かしたいがどうなる、チェンジが通って下段から置き攻め、体力1割だがどうする、早期確定ワンツー入れて1本目を先取したのはハルスケ。開幕で8割もいったら爆心さん並みにへこみますよね。折れますね。あれはちょっときついですね。嫌ですね。まあ、ママさんが3位なんで一生アドバンテージがある状態だから、そうだそうだ、まあ、ちょっと春介はちょっと元気づけに開幕勝利行きましたね。元気づけということだそうです。バウンド確定、押し置きでライトを決まって2-0。ボクシーさんのイケボ実況、ブライアンね、ブライアンはまあちょっと菅もちょっと来てほしいですね。パターンきっちりダウンを奪ってチェンジをしていく、ゲラ横移動潰しはガード、右アッパー当たる、バウンドから壁到達、攻め切りにいたがガード、ホーミング足元、足元いろいろあって1試合目ハルスケは3立てして五分の状況になりましたね。でも心境的には今ハルスケ3立てしたんでハルスケ有利なのかな、開幕昇竜が効いたんですか。そうですね、開幕昇竜食らったら日和りますね。あ、あマスターカップ出ますよ、のびとかゆうくんと一緒のチームですね。そう、ブライアン・ブルース以外にはガンリューポールとかはやってます。なんかガンリューポールってすごいですね。ガンリューポールなんですけど、さっきあのガチャピンさんにあのクマパン対ポールっていう組み合わせが結構厳しくてボコボコにされましたね。イベント前にやってましたね。そうですね、やってましたね。はい、同じステージですね。さばいて壁フォローがきっちり、右アッパー右アッパー強気にクラッカージャック当たる、アサルト殺しきる、さ
大先生って何ですか。壁際大先生って何ですかね。壁際大先生中段当たってあ一気に押し切ったね今。あ昔ワンワンで敵を行きました 6BR 時代です。クラッカージャックきっちり確定だが置き蹴りカウンター中段横移動両パンで拒否って下段チェンジをして、ミンチから、あれっ壁から逃げたい確定だがテンペストが当たる。レイジのモブが出てきて下段から中段セットカウント 2-1 みんなこうやってカウンター壁まで運んで7割ないぞ。レイジを生かしたいがクラッカーシャックどうなる。右アッパーカウンターアサルト使って壁到達するが置き攻め重視にした。どうなる。前出しか下段安定ミンチスラッシュレイジの JC が出てくる。確定入れられないが下段でフォローしてロードローシャイニング通る。殺しきれない。お互いワンチャンスで殺しきれる体力だが奈落からビター出し切っていった。3、2はガンバさんが爆死を倒せみたいな企画。そうだったか。昔桜の巻アミューズパークでやってましたね。何ですかそれ。昔茨城の桜の巻っていうゲーセンに結構行ってたことがあって、そこで店長の高橋さんという方に爆死を倒せっていう企画イベントをやりましてすごい。で、まあ、3時間くらい無敗だと1万円くらいのステーキを食べられるっていうやつがやってたんですけど、まあ、さすがに3時間負けなしは無理なんで。そうですね。それでまあ 1時間を3回やって、あーなるほどなるほど。で、そう1時間無敗っていうのが1回だけあって、すごい。で、なんだっけな、まあなんかすごい美味しい肉を食べさせてもらったってことはありましたね。いいですね、その企画は。そうですね。でも1時間って守り抜くの大変ですよね。いや、すごい厳しかったです。のびさんとかと一緒に大阪とか博多に組手に行くんですけどはいはい、はい、やっぱりそうそう守りきれないというか、ね、守りきれないですよね。全然負けたりしてたので面白い。そうです、爆死以外もありましたね。のびを倒すのがあったんじゃないですかね。伸びは雑巾掛けをした気がする伸びさんにぴったりな罰ゲーム。ここらでちょっとまんまさんを押し返したい。スピナッチ当たってここは使う壁 LP 八門トンゴを1本目を選手しましたまんまさん。素顔、ね、でもいいかも。素顔もできるんですかね。大丈夫ですよ、やりましょうよ爆死を倒せいやちょっとそこは伸びを倒せなんじゃないのかな。伸びを倒せいやちょっと都内だと強いプレイヤーがたくさん来て俺が確実に雑巾掛けをすることになっちゃうけど、ね、罰ゲームを受けそうなんですか勘弁。ランはガード投げは通ってしまう。殺しきるかきっちりコンボを決めていく。噛み合ったが2発目出していない。2発目当てて割れないフレームだがバックラッシュでかわす。
ピッチ確定マルス入れてレイジのボムが出てくるが早期客当たるアサルト壁まで運ぶが斜めで壁コン入らないうまくチェンジをして下段削り体勢だが奈落中段トゥースマジャブ結構マーマさんが強気の選択肢を出すようにしてきましたね、はい、下段から中段ガード逆ワンツー出し切りは3発目はガード勝利確定は安くなってしまうが中段を重ねてボブは病院送りのハルスケリリでなんとかしたいがどうなる？ウソ？ジャベ？体力は半分下段を当ててチェンジを通るがうまくスカガクを決めていくハレスケローリングからの投げこれ展開熱いですね取り返しましたね次勝った方が勝ち上がりっていう形ですね、はい川田さんのステブはかっこよかったです。すごい技の当て感とかしてましたよ。タックキックとか当ててましたね。どっちが勝つかな？大仏？大仏っていうすごいちょっとヤバいやつがいたんですよプレイヤーですか？いや茨城大仏ヤバそうですねすごい規制を発しながらプレイしてた横移動装置当ててチェンジを選択2発目キッチンしゃがむスピナッチ入れてコンボミスっておっとちょっとぐたってるよ使わない赤ゲージ回収確定遅れてワンツー投げで有利を1本目は貼り付け中段置き攻め下段3割減らしてローデオから前出しでプレッシャーかけていくハルスケだが確定キッチュイクッキンカウンターアサルト殺しきるハルスケ勝ち上がりに2本取ってリーチをかけましたねマーマさんはちょっと頑張りたい投手を当てて下段からチェンジをされて強気な選択肢だが確定をきっちり決められてしまう無敵タックル壁から逃げ出したいが中段コンボが決まるクラッシュ立ち上がりはハルスケハルスケ3立てで3立てですね勝ち上がりましたね次がハルスケつぶみ勝ち上がったハルスケ対2位のつぶみくんですね、うん、そう大仏アバキン使ってる人ですよはいはい硬かったね
硬かったね、マンバさんの動きが硬かった、うん、いや1試合目のさ開幕昇竜が当たった後のさちょっと展開の悪さがちょっと、ね、あの人にはとにかく天保は打つ夏だけ伝えたんだけど打ってしまってるね、それそうだね、それ手癖だね、がそこの天保にきっちり確定を、まあ、うまいこと決めて最大確定を決めてったって感じ、あれで流れ変わっちゃうからね、本当に変わっちゃったね、ちょっと待っててください、手癖ってある、うん、手癖っていうのはやっぱどんな人にも存在するし、あれ少々お待ちください、電源が、映った映ったよ、はい、申し訳ないですね、つぶみは DR の時の暇人テリングネームだった、多分違うんじゃないかな、うん、俺ずっと実況してたんだけど、あ、そうなの、いやだってね、なんか喋る人いないからさ、まあ、そうだね、あのさ、ちょっと待って、1個忘れたんだけど、トゥースマって右だっけ、トゥースマ左だっけ、トゥースマ右だ、右だよね、うん、そうだよね、忘れた忘れた、あ、ファルスケ 1P 側で 2P つぶみ、はい、無限ステージ、まあなんかお互い固いスタイルだから、まあ結構試合しか長引くんじゃないかなっていう、うん、つぶみはでもスタイル切り替えたよね、今まで結構暴れ専門みたいなスタイルだったので、ね、はい、あったね、伸びを保せもあったもんね、伸びは雑巾掛けしたから、いやなんか川田さんにさ、なんか床になんかコーラとかをこぼされてさあ、やべ、落としちったみたいなこと言ってさ、ね、今となってはな、体力残る、押し切るか、うまい、いやでも桜の巻はそういう結構自由なゲーセンだったんですよ、そうだね、そうか、つぶみが2位なんだよね、今そう、つぶみが2位なんだよ、うん、無限ステージはね、自己勝ち、そう、ワンチャンスで壁まで到達で壁コンっていう流れがまずないんで、うん、一気にその壁コン到達で8割とかワンコンボで減っちゃうことはあまりないんで、ちょっとさ、俺あとさ、ドラグノフでかなりいい技を見っけちゃったんだよ、マジで、何見っけたの、ね、これ言ってしまっていいのかな、いや言わないでおこう、ちょっとマスターカップまで取っておこう、後でね、後でね、ちょっとね、相当これがあると安定高度が増えるっていう、はい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 、技がね、見っけちゃったのよ、やばいね、それは、はい、2つね、2つ、うん、2つ、いい、2つあるのね、ドラグノフで2つね、はい、KO ラウンド4ファイト、セットカウント 2-1、つぶみが負けてる展開だけど、次の罰ゲーム雑巾掛け、ね、やっぱいいよ雑巾掛け、でもこの時期にまだ発見、いやーなんかね、ふと頭によぎったことを試してみるとね、あ、案外これ、あ、これやっとけばほぼいいんだみたいなのがあるんだよ、菅萌えできんのかよ、え、菅萌えできんのかよ、そういうイベント結構ほんとすごいよ、でもあなるほどって感じになると思う、え、何その俺のあれは、あ、ドラグロフ、はい、マスターカップででこは違いますよ、ポールは誰と相性、ポールは誰っていう、結構ね、オールマイティに、そうだね、いろんなキャラ組ませていけると思いますよ、アマキンとかも確かにも超減ったけど、アマキンいいね、結構減ってる、アサルトのさ、三宝流ジョーダンが超減るじゃん、減る、だからとにかくあれなんだよね、そうだね、3刻みの中で一番減る、レオの前 6LK ボンボンの方が減るか、6LK ボックワンツーも結構減ってるし、ね、ちょっとじゃあ問題出すよ、2刻みで、あの 2の刻みのアサルトは一番減るの何か知ってる、2でしょ、いやなんかローは結構トップクラスのイメージなんだよね、あ、そうだよ、ローの QLK、RK がある2なの、一番減るって、知ってよ、あ、なんで知ってたのかよ、知ってたわ、はい、そういうことです、詳しかったね、ちょっと、うん、
知ってたか知ってたね残念だったなLet's make this a good fight. サンヒザどうなんだろう。ブライアンも結構減ってる気がするし、レオンも減ってるし、いやなんか結構サンハスの時結構痛いキャラいるんで、その3発技の硬直とかでその後コンボが伸びたりするんじゃないかなっていう。狭いステージ壁から脱出したハルスケ、つぶみは壁を背負わせてどうする、チェンジをしたい状況。2発目だけ当たってレイジの封じ、アサルトコンボ、壁には届かない、下段から出しきれないが奥攻め、下段クラッカージャック一発、どうなる、王者の上で日本選手したのはつぶみ、ブラスマ確定、 PK を入れていく。うまく拾ってチェンジをして、バックフリー、レイジのボム出てくるがどうなる、見た、細かく3本確定、烈拳どうなる、アルトローデを踏みに行った。カピバラさんがいるじゃない、これカピバラっすか、はい、さあ、さっきの試合どっちが良かった、さっきはハルスケ、ハルスケやばいな、決勝はまた指定対決になるのかな、ね、これ BK して煽りたいって弁慶か、マスカマブさん絡みありますよ、お前なんか一緒にねブライアンオフとかやったりして、なんか使ってるキャラも一緒なんで、連携じゃなかったか、弁慶がね、ツイッターで爆死を煽ってないと物足りないみたいなこと言ってて、ね、そうだね、ちょっと困ったんだよね。うまい、横移動しゃがみ、死ぬね、あ、死なない、バウンド起きて、俺は起きて頑張るね、うわぁ、モジャの上、有利ライトで拒否る、使わないんだ、使わない、コンボミスって、あーもうこれ立ってるだけでいいや、立ってる、うん、あーワンチャンあったね今のは、いやワンチャンあった、うん、モジャの上対策なんですけど、うん、2発目が左にめちゃくちゃ弱い、めちゃくちゃ弱いんですよ、でモジャの上を1発目をガードした後に、もし相手がディレイをかけて出し切ってくるようだったら左横でかわせます、大福出し切りは引っかかってしまうんですけど、そこは相手の背を見て、まあ、ディレイをよくかけて使ってくるようだったら左横移動してきっちり浮かせましょうっていう感じですね、うん、煽り勢やべえな
ジンパチ、そう、ジンパチの話です。そう、ジンパチの 2RP-LP です。はい、ミンチみたいなやつだよね。そうそうそう。まあだから最終的にジンパチ対策って横移動ガードじゃない。徹底することだね。ハグンと 8RK を食らわないように。そうだね。あれ食らうと結構、ジンパチ戦厳しくなってるからね。ジャックのハマーみたいなもんじゃない 8RK。 そうだね、プラ8が怖くて横移動できる。はいはいはい、ちょっとプラ8で横移動はねちょっと怖いです、ね、それは意味ないね、うん、ピケコンボミスるが、後ろ妙移動にピケを刺していく。リーチが長い。ワンツーワンツー出し切り、確定を入れられない。水面うわ、我慢できなかったね今のはね。そうだね、今のは我慢できずに出しちゃったって感じだね。やばいだ、ホルンやばいよね。またホルン行くか。うまい、時間にライトきっちりアサルト、もうこれ使うしかないもんね、うん、攻め系2択は、あるよあるよ、とりあえず踏みつ、あらーないね、あとあったね、あったね。これはあれあれあれ、いろいろ、いやちょっといろいろあったね今は。そうだね、ああきっちり水面浮かして壁まで踏んで投げは抜ける。ボンバー来たね。チェンジ業シャガパンボンバーでごまかしてレイジョンシンパチ。左投げ、シンパチ置き攻めやべえからな。置き攻めが強い。普通にあそこを場置きすると変わらないバウンドしちゃうからね。壁を背負ってしまったが、どうなる、いろいろ連打しすぎてるよ。ハルスケは結構冷静だよね。そうそう、相手冷静なんだよ、うん、出し切り確定を入れる。横須賀ライトチェンジをして、いやーこれチェンジするしかないよね、ええ、まあレイジで出せたから結構でかいね今のは。上級者ローズピケを2発目とか、うん、出せるらしいよあれは。ピケ確認で俺もやってるけど案外できる。なんか確認風って感じじゃない。そう、あ、まあでもなんかで7割ぐらい、 7から8ぐらいは確認できる。あ、マジで、うん、案外あれと一緒ですベスマと。ああなるほどね、そんな感じ。はい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 、じゃあ強いね結構ちゃんと打てば。ただあの本当にちゃんとできるやつこそガードしてるときは後ろ入れちゃうから信頼できるのよ。はい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 。さあここで鶴見が負けて決勝戦タケ VS、一番最下位だったハルスケの下克上対決、ね、お前こいつって言ってんじゃねえよ。これこいつじゃねえだろお前、指定対決、うん、スエスマはね、まあ、結構できる、
結構できるよね。いや、スライディングとクロスチョッパー別に全然強くないよ。クロスチョッパー横に超弱い。スライディングは別にガードしたらキャラクターごとによってコンボに行けるじゃないですか。Get ready for the next battle. まとめてくる。チェンジクロスショップとかね、ロー相手にやるとね、背面からラッシュが3発当たって大変なことになっちゃうよ。ピケ一発止めを読んだら、まあ一応何秒かわかんないんだよ。さあ決勝戦、これさ、ハルスケが勝ったら初めてだよ、一番下から優勝は。はい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 、キッドが一回決勝まで行ったけど負けたから。あー、なるほど。その時俺が結構ねぶっ殺されたんだよね、簡単に。そうだね。なんだろうね、ピケ一発止め読んだら何が一番いいんだろうね。最速浮かせ技。最速浮かせ、うん、おさらい間に合うよ、セム系。あ、そうなんだ、うん、いやなんかさ、ブライアンを使ってるとさ、一発止めも二発出し切りもさ、うん、ジェッパが入るからさ。そうだね、それでいいと思う、そんな感じでいいと思う。だけど、一応壁際だけは出し切りを警戒しましょう。はいはいはい、きっとね、あんまやってないんだろうね。タケがデビルブライアンだね。うまい、うまかったね、今の。そう、ピケはリリーのローズピケ、波動拳 LP、RP です。そうに、あ、完全に妊娠者です。そうね、赤いブライアンだもんね。よし、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 うん、そうだね。横須賀ライト、うまい。開幕投げを通して大きめのキックオフまで入れて3割。ドライバーガード、トマックにジャブジャブと固めていくタケに対して、ハルスケどうする？ブラックアウトトラップ当たってしまって、セットカウント 2-2、ファイナルラウンド。あ、ここ落としたくないよね、どっちもかなり。落としたくないね。ハルスケはかなりな気持ち楽になるよね。タケ君はここで勝っちゃうともうだいぶ、まあね、ハチェスト確定安くなってトゥースマンになっちゃったけど、まあ、依然押してるのはハルスケ。横いろいろパンアサルト生きてる。うわー、あるだけど、みたいな。だけどさあここでイーブンになりましたね。結果は今タケとハルスケあと2本取った方が勝ちです。な、てか3時間もやってんだこの大会、果てしない。ねえ、長いですね。さああと2試合勝った方が、大阪梅田組手に10月13日に行けることになります。
ここは春輔強気に出るんじゃないかな。暴れる。ホーミングの応酬だね今ね。えいつ変えるかだね。そうだね。中段下段チェンジをしたいがうまくチェンジをしてレイジの右アッパーカウンター7区アサルトやべえだやるしかねえな今気合いラーメン確定フォローで2発目入れてるな。えらいね。えらい。病気にハチェットで殺しきったね今。間違いない。新玉奈良くんプレッシャーかけてんね。プレッシャーかけるね。ウェッジドライブ横は潰してノーデオからきっちり確定、シャガファンを入れていく。やるかー今ね、ハルスケのバウンド技の選択結構合ってたよね、うん、間違いねえやつ選んでた。ハルスケはでも右に行く癖があるね。横移動を。はい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 。そうだね。さあ同じ光景。まだあるね。あるよ。チェンジをしよう早めに。ボブでやりに行くか。ゲランゲラン。究極の二択だよねあれは。究極二択。でもあれクラッター最速で俺ジャンステで暴れるべきだと思うんだけど。はい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 。あの状況で。うん。だって飛根だったら飛べるし、はいはいはい、ショートアッパーだったら打ち落とされて終わりじゃん。なるほど。え、ショ？あれこれハルスケあるね。あるよ。あるね。あるよ。はるちゃん、はるちゃんあるねこれ。でかい。全部 2-3-2-3 で勝ってんのが本当にでかいね。でかいね。フルラウンドまで行ってねえ。デボジーファイルフューリー。あと1回ハルスケが勝つと大阪行き、タケ君が勝ったら、もう一度4位から勝ち上がったハルスケが先にリーチをすごいよねかけて、うん、決まるかもね。ハルスケか、ハルスケとランバトルってまあありだな。それもタケ君もありだな。
強気にチャンポンを当てたね、今。食べコンボ確定は安くなってしまうが、タクト当たってしまう、壁に最大コンボ。さあ春助が乗ってるかな、一番今乗ってるね。ああもう全部当たるわこれ。もうモード入ったよ、うまい。コンボをミスってしまい、今のは痛恨のミスか。受ける、あーすごいな、これ死んだんじゃねえか、春助リーチか、あれリーチだよこれ、早い。すごいね、え、やばくないいいね、よかった最後。さあこれでタケ君がなんとか行きたいよね。行きたい。はい、2発止め浮くのかな。13くらい、15はない。そうだね、めちゃくちゃ我慢チェンジだけど、あーあーどっか行ってこのラウンドはあと後ろ入れるだけみたいになったからね。ユイル4回でも間に合わないよね。間に合わない。出し切り。さあ春月はここはね、丁寧に冷静に行くのが大事。やりに行きたいって思っちゃダメ。そうだね、あっちがやりに行ってるよ。ハチュット3連発いったからね、めちゃくちゃ強ききっちりかわって、さあ流れが変わったかな。フォアクラバウンド残って、え待って死んだっぽい。レイシドホルンがはい、ハルスケが、あのね一個皆さん知らないと思うんですけど、ハルスケってほぼ全部のランキングバトル出場してるんですよ。それで今まで組手ってハルスケはまだ1回もなかったんですがね、今回初めて勝ちました。さあじゃあ最後締め俺と日野さんでやりますね。ありがとうね。はいはい、やばいな春助、やばいね。いやー面白かったね、今回のランキングバトル。かなり見どころがいっぱいあったと思いますね。これはもう本当見返してでもいいね。ね、はるちゃん、はるちゃんよく、はい、はるちゃんいけるでね、えさあということで春助とはもうね10月13日大阪組手で、あいつも多分めっちゃ鉄拳好きだからね。いやだってランバとずっとそうだ報われたね、あいつは。よかったよかった、しかも師匠を倒し、そうだねタケ君を倒し、うん、今回はもう本当文句がない勝利っていう形で、春助の試合が終わりっていう形にしましょう。じゃあ次回はね、あまたいつも通り、とりあえず今週水曜、10月は水曜日からランバトがあるんですかね。あそうですね、またご案内しますけど多分水曜日からかな、はい、そうですよね、と思いますね。じゃあ多分次回の配信はまた水曜日からっていう形になると思います、はい、いやね大阪3ヶ月半ぶりぐらいだからね、ちょっと久々に結構楽しみ、久しぶりか、はい、はい、3ヶ月半で久しぶりですね。そうですね、そうですね、まあ春助っていうプレイヤーもいますし、
ね、リリっていうキャラクターも普段見れないキャラクターなんでね、ぜひ皆さんこの機会にリリボブ使いの方はね、ハルスケを見に大阪に遊びに来てください。3時間本当に皆さんお疲れ様でした。ね、疲れたね、確かに3時間ね。いやね、楽しかったですね。うん、今回かなり見応えもあって面白い試合でした。と、はい、いうわけで、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。はい、皆さん本当お疲れ様でした。次回は水曜日にお会いしましょう。じゃあね、マスターカップ今日までだよ。はい、応募してね。はい、ハルスケ一言、ハルスケはどっかにいなくなってしまいました。頑張りますだと思いますよ。はい、ね、ツイッターでハルスケの報告でも楽しみにしててください。ハルスケのツイッターをチェックしてください。はい、お疲れ様です。じゃあね、お疲れです。